皆さんどうもこんにちは。JK ネットワークサービスのエイと申します。それではですね、早速ですね、今回はスペシャルゲスト、いらっしゃっております。彼はですね、なんと日本からフィリピンへの移住を果たしました。それではどのようにですね、このように、フィリピンに来ることができたのかなど、ご説明いただけたらと思います。では早速ご紹介させていただきます。今回のゲストはなや様です。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では本日はお越しくださってありがとうございます。はい、それではですね、早速なんですけれども、視聴者の皆様にですね、ご紹介してくださっても構いませんでしょうか。簡単で構いませんので。私は今46歳で、先月2023年の1月に、はい、フィリピンに来ました、はい。去年の9月ぐらいから1ヶ月ぐらい就職活動を、JK ネットワークさんに手伝ってもらって、11月ぐらいには、内定をもらえまして、で、いろいろな手続きを経て、先月にフィリピンに来ました。はい、ありがとうございます。どうですか、日本から出られる時などはかなり緊張や不安などがあったんじゃないですか。そうですね、やはり言葉の壁とやっぱりその文化の違いというか、はい、その会社の習慣の違いで、やはりちょっとこう理解に苦しむところとか、はい、勘違いするところが多くて、はい、すごくこう不安で、よくそういう時も JK ネットワーク のスタッフの方に何回もメールしたり、はい、直接電話したりしました。そうなんですね。やっぱりその JK ネットワークのサービスがあったからこそ安心して就活に励めたということはありますか。そうですね、はい、担当してくださった方が、はい、私 の受けた会社にすごく精通してる、はい方で、はい、あ、そうなんですね。いろんなその過去の事例とかを、はい、まあ、紹介してもらったり、はい、で時には日本のスタッフの方も、はい、まあ、紹介してもらったりして、はい、そうですね、はい、なんとかこう自信を落とさないように、はいはい、キープすることができました。そうだったんですね。ありがとうございます。では今からですね、なや様に皆様が、かなり、こういうのは実際どうなのなどですね、心配されていることやですね、こういうこと聞いてみたいなっていうことをですね、早速聞いてみたいと思います。で、それではですね、まずどうしてなや様はフィリピンでその働こうと思いましたか。それとどこでそのようなフィリピン事情を知られたかということをお聞かせ願いますか。私の場合は、フィリピンっていうふうに決めてきたわけではなくて、はい、タイでもベトナムでも、はい、南国に行きたかったんですけど、あ、そうなんですね、フィリピンにっていうわけではなくて、まあ、どこでもよかったんですね、はい、はい、あ、はい、ただ、関心のあった、まあ、その前の仕事と関係のある、はい、その財務会計の仕事に関係する仕事で、はい、まあ、そういう南国で、いい仕事があればいいなというところで、はい、いろいろ探してました。なるほど、そうだったんですね。で、結果的にフィリピンに行き着いたのは、やはりその中でもフィリピンにすごい自分ご自身の望まれた仕事があったということで、お間違いないですか。そうです。なるほど、承知いたしました。ありがとうございます。それではですね、今度はうちですね、 JK ネットワークは具体的にどのようなことをなや様にサポートをしていって、サポートをしていただいたような形ですかね。一番初めに、はい、JK ネットワークのスタッフの方に、はい、インタビューをしてもらいまして、はい、でそこで、こっちの要望、こんな仕事がしたい、はい、仕事内容とか、はい、働く場所、はい、あと給与、はい、いろんな条件を、はい、まあ、言いまして、はい、でそれにある程度こう似たようなその中での条件で、はい、会社を紹介してもらって、はい、でその会社について、はい、受験の準備をしていくって感じです。なるほど。ちなみに現地に着かれた後はどのようなサポートを受けましたか。
現地に疲れた時は、はい、まあ基本的にずっとスカイプで、はい、情報をこう共有してもらってたんで、はい、何か心配事があったり分からないことがあったら、はい、JK のスタッフの方に、はい、連絡をするってことをしてました。なるほど、はい、いや常に心配の中でも JK ネットワークという味方がいたからこそうまく最後までこぎつけた感じですかね。今回は会社のサポートも結構たくさんしっかりしてたので、はいはい、会社がいろいろホテルとか交通とかホテル、はい、空港からホテルまで の、はい、送迎とかいろいろサポートはしてくれたので、なるほど、はい、もしその会社と少しトラブルがあったりした時に、はい、JK のスタッフがいることですごい安心はありました、ね、なるほど、わかりました、ありがとうございます。それではこの JK ネットワークサービスですけれども、結構日本に住まれているだけだとなかなか知る機会がないと思うんですね。どこでこの JK ネットワークサービスという存在を知りましたか？インターネットの検索ですね。あ、そうなんですね、はい、検索、お仕事を探していくうちに何か例えばうちは今こんな感じでですね、動画も出しているんですけれども、動画を見たから、あと Facebook を見たからなど、何かそういう媒介を通されました、うん、いや、もう私はもう本当にフィリピン求人っていうキーワードでまず出たところをチェックして、はい、で、あとはいろいろ何社か調べてみてっていう中ですね、はいはい、なるほど。で中で、もちろん日本の大手の、はい、求人サイトとかも、はい、使ったんですけど、はい、その中でやっぱり対応のスピードが速かったのはここですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。それではですね、特に日本の皆様が一番気にしているところだと思うんですけれども、やはりそのフィリピンで基本的に仕事するには英語が必須になると思っているんですね。ナヤ様はどうですか？今こちらに来てもうすでに1ヶ月ぐらい経つということですけれども、やはりその英語というのはどのくらいのレベルでしたらフィリピンで活躍できるかなと思いますか？そうですね、私は、まあ、学生時代に受験勉強をしただけ で、はい、であとはそんなに英語の経験ってないんですけど。そうなんですね、はい、去年9月に受験する2ヶ月ぐらい前かな、7月ぐらいに、はいはい、海外に行こうと決めて、はい、そのあたりからちょっと一生懸命英語も勉強しました。はい、で、なるほど、はい、オンラインスクールので英語を勉強して、だいたい3、4ヶ月ぐらいしました。はい、3、4ヶ月ででもここまでのレベルになられたんですか？ここまででもないんですけど、そんなにコミュニケーションはできないんですけど、はい、その JK ネットワークのそのスタッフの人も、はい、英語での面接だったり、はい、いろいろ連絡は英語なんですけど、はい、基本的に書いて、文章でやることも多かったので、はい、そこまでは大丈夫ですし、はい、どうしても厳しかった時は日本語の人が、はい、日本人の人が対応してくれたんで、はいはい、まあ大丈夫ですね。はいはい、そんなにまだ今でも英語はそんなに自信はないんですけど、はい、まあなんとかなりますね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。それではですね、とてもみんなも気にしているでしょうし、私個人としてもとても気になることなんですけれども、日本を出てそして海外で働こうと思ったその根源的な部分はどこになりますか？そんなにあんまりなんですかね、はい、まあ、性格的なこともあるかもしれないですけど、やっぱ小さい時から、はい、南国で生活してみたいなっていう漠然とした夢みたいのがあって、はい、で今回そのコロナの感染拡大で、まあ、やっぱりその以前の仕事の、はい、産業自体が少し厳しくなったので、はい、まあ、いいチャンスかなと思って、うん、新しい産業にも挑戦してみようと思って、はいはい、そうですね。でどうせ帰るならもう
日本で他の地区とかではなくて、もう思い切って、はい、もっとガラッとこう変わるようにと思って海外にしました。はい、はい、大きな変化ですね。まあ大きいですね。そうですよね。やっぱりその1ヶ月こちらに住まれてみてどうですか。やはりその感想、率直な感想をお聞かせ願いますでしょうか。いや、もう驚きの連続ですね。驚きの連続、はい、日本の常識は全然ないし、なんていうかですね、こっち順応しなきゃいけないこともたくさんありますけど、そうですね、でも、はい、いろんなことが新鮮で、はい、あ、楽しいです、はい。まあ、いや、今心の底から動いてよかったと思いますか。まあ、まだちょっと早いですけど、はい、でもおそらく少しずつ慣れていって、はい、でもしいろんなものが合わなければ、はい、まあ、また他の国行ってもいいし、日本に帰ってもいいし、はい、まあ、そんなに深刻には考えてなくて、はい、気楽な感じで来てます。なるほど、はい、特に縛られず、ご自身がまずやってみようと思うことをただやったというのはとても価値があることだと思うんですよね。そうですか、はい、はい、ありがとうございます。やはりこれをですね、見ている方は基本的に JK ネットワークサービスというものを知っている方だと思うんですね。ということはこれからですね、これを見て、ナヤ様を見て、あ、こういう方が今度はフィリピンに行ったんだ、じゃあ自分もチャレンジしてみようっていう方とても多いと思うんですよ、はい、で、そういう方に向けて何かメッセージなどはございますか。そうですね、まあ、僕のその選択が正しいかどうかはもちろんわからないし、はい、まあ、これから何年経たないとわからないんですけど、はい、まあ、思ってるほど深刻な問題でもないので、なるほど、はい、やってみようと思ったら一回やってみたらいいかなと思います。はい、で、はい、移住とかではなくて、はい、もう就職なんで、はい、海外での経験とか、はい、そのいろんなその人種観とか文化的な多様性もあるんで、はい、必ずそのいい、なんていうんですかね、そのキャリアアップにもつながると思うので、はい、もしやってみたいなと思えば、はい、一回挑戦してもいいのかもしれないですね。はい、なるほど、わかりました。ちなみにですね、今からフィリピンでどのようなことがしたい、どのようなことにもチャレンジしてみたいなどの抱負はありますか。抱負はプライベートを充実させたいですね。仕事も頑張りますけど、はい、日本ではどちらかというと仕事が中心だったんですけど、はい、フィリピンでは、友人付き合いだったり、はい、その仕事以外のアクティビティであったり、はい、いろんなとこに旅行に行ったり、はい、そういう時間を大切にしたいと思っています。なるほど。いや、これからのフィリピンの生活がとても楽しみですね。はい。そうですよね。では、ありがとうございます。はい、今回はですね、ナヤ様に、このようにお話を聞くことができました。これを見てる人もですね、本当にみんなフィリピンに行ってチャレンジしてみたいという方、とても多いと思います。そういう方はですね、今回このナヤ様のようにですね、ぜひ JK ネットワークサービスを通してチャレンジしてみてもいいかもしれません。人生この先どうなるかもわからない、そんな中でもチャレンジするというのはやはり美しいものを感じますね。では、ナヤ様、本日はありがとうございました。バイ。